スカイブルーのこの空の下、みんな集まれ。若いな。まだいけるわ。もびっくりしてるこの空間。熱い思いを覚まして、すごく充実すやっぱね疲れてるからね3日目ぐらいから汗もすごく出てきたし、体も動くようになったんで、まあ、練習量もどんどん上がっていくんで、しっかり基礎的な体力と、あとチームとしてのやることをしっかりやって、いいシーズン迎えれるようにやっていきたいです。開幕に向けて、すごいいい環境の中、まあ、しっかりきつい練習にみんな取り組んで頑張ってるところで、余裕じゃないですけど、まあ、少し慣れながら、まあ、体的にはすごい、まあ、筋肉的にもすごいあったかいので、そう、あの筋肉の部分ではすごいいいと思います。顔でまた合宿できるように頑張りましょう。お疲れ様でした。